本当にいいんですか？もちろん、ボールはお客さんのもんですから。また明日も明後日も打てばいいだけの話っす。ホームランボールの1個や2個どうってことないっすよ。でも大丈夫ですって。ここだけの話なんですけど、俺自分で打った球とかをお客さんから譲ってもらって保存するようなやつ好きじゃないんすよ。なんかちっちゃいって思いません？ほら、あなたは俺のファン1号。そのボールが高い値で売れるよう俺もこれから頑張りますから。一応これも証拠品に回しとけ。あ、品田達夫さんですね。ちいとお伺いしたいことがありますので、こちらへ。あ、え、ええ加減吐いたらどうなんだ。だからやってないもんはやってないんですって。っていうか、いい加減返してもらえませんか。明日から広島との A クラスをかけた試合もあるんで。じゃあこいつを見てもまだそんなこと言っとれるんかな。知っとる男なんだな。地元の後輩です。この写真の男がギガンツのキャッチャーのサインを盗むようあんたに頼まれたと証言したそうだ。写ってる男は確かに後輩だよ。でも金を渡してるのは俺じゃねえ。つうか、こんなのバカげてる。大体この写真に写ってるのだって俺だって証拠はないじゃんか。こんないたずらを真に受けてる警察も警察だ。何やってんだよ。もうたくさんだ。こんなとこ監禁されてたら体がなまっちまう。帰らせてくれ。おめえ、名古屋ワイバーンズの勝利に200万かけとったらしいだね。え？この写真の男がな、おめえが野球賭博に関与しとったとも証言しとるんだ。何言ってんだ、あんた。野球賭博で儲けたくて金払ってサイン盗ませとったんだろう。そんなわけないでしょ。だいたい球種が分かってたからって簡単にホームランなんて打てねえ。少し考えれば分かることだろう。そう興奮するな、品田。お宮の場合、もはや社会的制裁を受け取るで。素直に認めれば起訴猶予ということも十分あり得るんだ。社会的制裁？俺が？何の話だ。聞いとるせんのか。お宮は野球協会から永久追放処分を受けたんだわ。永久追放？みーちゃん、どう？紹介した仕事は。ちゃんとお風呂で稼げばさ、借金返済、身も心もきれいになって出直せるってもんよ。ん？顎が痛い。そんなの当たり前だろうが。借金まみれの女が泣き言言ってんじゃねえよ。大体そんなこと言ってっから。お前な。終わり。こっちの話だよ。いいから文句言わないで働けよ。それじゃあ。どうした？今日仕事ってわけでもねえのに、パソコンなんか使って何見てんだ？この15年間の沢田の投球データだよ。データ？なんだよこれ。プロのスコアラーが作ったみたいなやつじゃないか。ま、そこらのスコアラーのデータよりはマシだと思うけどね。どうしたんだよこれ。ワイバーンズのやつからもらったのか。
いや、まさかお前ずっと自分で配給データ作ってたわけじゃねえよな。やめられないんだよね、あれだけ野球を忘れたいって思ってんのにさ。お前これ沢田のやつだけじゃねえじゃねえか。12球団全一軍投手のデータだよ。コース、球種、スピード、逆球かどうか全部入ってる。なんでこんなもん。高杉さん、前に球種が分かっていてもホームランなんて打てないって話したじゃない。実はあれ半分本当で半分嘘なんだ。ん？プロの世界じゃ来た球を打ち返すってだけじゃ一流のバッターにはなれない。相手の配球を8割方分かった上でその球を打ち返す。そのうちどのくらいの確率で前に打球を飛ばせるかが一流と二流を分ける差となる。じゃあお前はあのホームラン狙って打ったっていうのか。ああ、あの時俺は知ってた。6球連続カーブの後ツーナッシングから沢田がストレートを投げてくるってね。で今さらこんなもん見て何しようってんだ。配球データの奥に名古屋組の正体が見えるとでも言うつもりか。いや、真鍋さんや酒井さんの言ってたことが本当かどうか確かめてたんだ。なんでそれ。真鍋さんは俺が球界を追放されたあの事件の後から八百長が亡くなったと言っていた。確かにデータを見る限りワイバーンズは15年前のあの試合を境に素人目にはわからないレベルだが、おかしな配球やおかしなベンチワークがきれいさっぱりなくなってる。そんなのデータだけでわかるのか。野球ってのは驚くくらい定石の塊のスポーツだからね。なるほどな。それだけじゃない。15年前の試合を境にワイバーンズはチーム編成も一変している。それまでの地元出身の選手を優先的に取る方針から外国人選手の獲得、トレードも積極的に行ってる。それじゃ酒井ってやつが言ってた話と逆じゃねえか。確かあいつはお前のことを名古屋を守るための犠牲者だと言ってたが、あれって名古屋出身の選手を守るって意味じゃなかったってのか。そうなんだよ。酒井さんの言っていた名古屋ってのはチームのことを言っていたわけじゃない。もっと大きな、例えばそう、この町全体に関わるような話なのかもしれない。町？金融庁か。俺も高杉さんもこの町の裏側を知っているようでいて、その実情は知らない。もしかしたら名古屋組を探るにはこれ以上球団関係者ばかり追いかけていても意味がないのかもしれないな。15年前、あの事件がきっかけでこの町に何か変化が起きたのか。それを探る必要があるってことか。ああ、誰かその辺の事情に明るい人間はいないのか。それならもってこいの人がいるよ。この町の顔役的な人がね。顔役？商店街会長をしてるダイニングバー牛島の店長、牛島さんだ。俺がこの辺に流れ着いた時からよくしてくれてる人でね。牛島さんならこの界隈の裏事情にも精通してる。さてと、じゃあ牛島さんの店に行ってみますか。マシな情報がつかめりゃいいがな。
待てって。おう、何こんな時間に。付け代払いに来たのか。いや、今日は聞きたいことがあって来たんです。付け代払うまで出入り禁止って言っただろう。付け代は俺が払おう。ああ、あんたか。品田に金貸しとるあんまり評判のようない氷菓子さんっていうのは。どういう風に聞いてるか知らないが、これでも結構客からは慕われてるけどね。ま、俺としては払ってくれるんだったら誰でもお客様だ。ん？なんだお前、こんなにつけで食ってたのか。もしかしてこれ。当然元金に足しておくからな。で、聞きたいことって何？名古屋界隈のことについてなんだけど。おお、珍しいな。あんたがそんなこと聞いてくるなんて。ちょっと仕事で風俗以外の記事を書かなくちゃならなくなってね。それで聞いてんだ。この辺りってのは15年前と比べて何か変化したこととかあるのか。例えば、そう、あの名古屋組っていうのをできたのもその頃だって聞いてるんだが。なんだ、あんたら名古屋組について探っとんのか。なら何にも話せんわ。どうして？俺らは名古屋組に恩義を感じとるんだ。恩義ってどういうこと？15年前、それまでの金栄町はひってえもんだった。本日町通りを境目に東城会、近江連合が島争いしとってな。裏じゃそのとばちりを受けて揉め事や抗争が後を絶たず、治安も相当悪かった。今はこんな平和なのに。当時野球賭博の利権を握っとったのが東城会と近江連合でよ。まあ賭博の利権に限らず、東と西の勢力図のちょうど真ん中に当たるこの辺で勢力がぶつかり合う形になっとったんだ。ほんでもある事件がきっかけとなって二つの組は名古屋から出てまった。15年前のワイバーンズ野球賭博の一件だ。覚えてらんか。あれか。ま、俺はろくにスポーツも見せんから事件の内容はよう知らんけど、その事件で野球賭博への警察の監視が強まり、それぞれの胴元をやっとった東城会と近江連合が名古屋から撤退することになった。東城会と近江連合と入れ替わりでこの辺を取り仕切るようになったのはその名古屋組だわ。この辺が名古屋組の島になってから15年、極道には変わらんだろうが、それ以来抗争もみかじめもなくなって、不名誉な事件が起こった事実と引き換えにみんなそれなりに満足した毎日を過ごしとるんだ。名古屋のための犠牲、点と点が結ばれてきたな。あんた、名古屋組のボスって男に心当たりはないのか。あんたら何のためにそんなことを調べとるか知らんけど、いい加減にしとけ。ボスが誰かなんて知らん。誰だろうと興味ねえわ。この町の裏側を名古屋組が守ってくれてる。この町で商売する人間にとったらそれだけで十分なんだわ。
鳥山さんが誰に？分からんけど男の一人はほっぺたに傷があった。今後を追って名古屋港の62番倉庫近くまで来とるんだけど。ミルクちゃん、高杉さん、俺ちょっと行ってくる。たぶよ、お前が行くっつんだったら俺も行くしかねえじゃねえか。高杉さんじゃあ牛島さん、また何かあったら聞かせて。あーそうそう、このコーヒーはつけじゃなくていいよね。ああ。しっかりして、宇野さん。
俺が救急車呼ぶ。日向、お前は早く仲間のところへ行け。高杉さん、後で俺も行くから、それまで死ぬんじゃねえぞ。はい。いらっしゃいませ。ありがとうございました。いらっしゃいませ。いらっしゃいませ。いらっしゃいませ。ありがとうございました。いらっしゃいませ。ありがとうございます。
いらっしゃいませ。ありがとうございました。